競馬ファンの皆様、おはようございます。今年の東京開催、いよいよ今日から開幕を迎えます。冬の凛とした空気の中、明るい日差しを受けて、東京競馬場は第一競争出走メンバーの入場です。牝馬限定3歳未勝利ダート 1400m では出走メンバーです。まず1番ニューカラー、今日がデビュー戦となります。馬体重が418kg、鞍上は丸田恭介54kg の騎乗です。2番スウィフトアロー480kg、増減なし、西塚浩司51kg。3番オールマキシマム450kg プラス2kg、小林修斗52kg。4番富士純フェイス442kg マイナス4kg、杉原誠54kg。5番のラテラリス448kg マイナス10kg、菅原明54kg。6番カノンちゃん446kg マイナス4kg、横山龍斗52kg。7番テイエムガーネット468kg プラス4kg、武士沢智春54kg。8番スピリチュアル444kg マイナス6kg、鞍上武藤雅54kg。9番アンジュール418kg 増減なし、島田順次54kg。10番レディアス424kg マイナス4kg、津村明秀54kg。11番マラマクア482kg プラス2kg、長野武蔵53kg。12番のクレッシェンド444kg マイナス8kg、鞍上は原雄介52kg。13番マルティネーテ474kg プラス16kg、山田圭司52kg。14番メイレンタワー444kg マイナス4kg、鞍上横山武史54kg。15番マテリアルガール490kg プラス14kg、内田博之54kg。そして16番巻柱446kg は前回からマイナス2kg、鞍上大野拓也54kg です。各馬がコースに出てきた後に少し冷たい風の勢いが増してきています。東京競馬場、しかし上空は一面の青空、すっきりと晴れ渡っています。芝ダートとも量のコンディションです。東京競馬場、1レースのメンバー16頭をご紹介いたしました。それでは本日も東京競馬場最終レースまでごゆっくりお楽しみください。さあ、東京1レース枠入り進んでいます。実況でご覧いただきます。400m 戦、出走メンバー16頭で争われます。上空は一面の青空です。東京競馬場、芝ダートとも量のコンディション、向こう正面非常にスムーズにゲートインが進んできました。早くも残り1頭で、あと1頭は16番牧柱、
くりと向かっていって収まりました。ゲートイン完了です。スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート。まず真ん中から9番のアンジュール出ようとしますが、かわして14番メイデンタワー逃げていきました。11番マラマプアに9番アンジュールが2番手3番手です。4番手内目からは5番のラテラリスが続いていって、外から10番レディアス、12番クレッシェンド、外は15番のマテリアルガール、広がって後位の後ろ残り 1000m を切っていきます。2馬身切れて中段から7番のテイエムガーネットです。このうちに4番フジジュンフェイス、16番牧柱が中段外目、3コーナーのカーブへとかかっていきます。中段よりも少し後ろ3番オールマキシマム、6番カノンちゃん、残り800を切っていきます。前半636秒0でいきました。上がっていった13番マルティネーテ、 3,4 コーナーの中間後方寄りから8番のスピリチュアル、そして1番ニューカラーに2番スイフトアロー、後方2頭となっています。前は4コーナーカーブ14番メイデンタワー逃げの手、先頭で4コーナーをカーブして直線です。リードを2馬身から3馬身後ろを振り切りにかかります。残り400、2番手から追ってくる11番のマラマプア、最内を狙って9番のアンジュールが上がってきました。外からは15番のマテリアルガールに10番レディアスと2番手以降が広がっていますが、残り200を切るところ、先頭14番のメイデンタワー4馬身5馬身と差を広げている。2番手に外から上がってきた10番のレディアス、3番手最内からは9番のアンジュール、これに迫る15番マテリアルガール、先頭は14番メイデンタワー快勝ゴール。2着は10番のレディアス、3着内を伸びてきた9番のアンジュールです。これにじわじわと迫った15番マテリアルガール、4番手今日は逃げの手に出ました。14番のメイデンタワー直線も手応え十分に、後続を全く寄せ付けない快勝劇でした。広がった2着争いの外目から伸びてきた10番レディアスが2番手、ロスなく最内から伸びてきた9番アンジュールが3着で続いています。その後外から迫った15番マテリアルガール、勝ちタイム1分26秒1、上がりタイムゴールまでの 800m は50秒1、600m は37秒3です。最後は4馬身5馬身と差を広げました14番メイデンタワー、横山武騎手の鞍上、デビューから2着2着と来ていましたが、3戦目の今日は断然人気に応えて快勝です。父がドレフォン、母がアゼリという血統馬、到達順は1着14番メイデンタワー、2着10番レディアス、3着に9番アンジュール、4着は15番マテリアルガール、5着は3番オールマキシマムと上がっています。第1レース確定まではもうしばらくお待ちください。1200m、1300m、そして3戦目の今日は 1400m と 100m ずつ距離を伸ばしてきたメイデンタワー、3戦目初めて逃げの手に出て後ろを振り返る余裕もありました。14番10番9番の最終オッズです。1番人気3番人気10番人気の順です。単勝14番 1.6 倍、枠連57 4.3 倍、馬連10番14番 5.2 倍、馬単14番10番 7.1 倍、三連複9番10番14番 74.9 倍、三連単14番10番9番 181.9 倍です。東京1レース確定までお待ちください。